南相馬インターチェンジは、福島県南相馬市にある、常磐自動車道のインターチェンジである。JR 原の町駅から約6キロメートル西側に位置する。南相馬市原町区のほか、川又町への最寄りのインターチェンジでもある。当初は2011年度に東 IC を含む、時は富岡インターチェンジ相馬 IC 間の開通を目指していたが、2011年3月11日の、 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で建設中断となった。その後、同年6月に東 IC 相馬 IC 間を先行的に部分開通させることを決定し、当初の予定通り2012年4月8日に開通した。常磐富岡インターチェンジマイナスあたり IC 間については、 福島第一原発事故の帰還困難区域となっており、開通の目途が立っていなかったが、同年8月31日に、南江 IC 南相馬 IC 間を2014年度の開通を目標に建設を行うことが発表された。当初は建設中の仮称として、原町インターチェンジという名称が使用されていたが、南相馬市による名称の意見募集や、土地利用計画案のほか。 ネクスコ東日本の開通予定区間一覧では、南相馬インターチェンジの名称が使用されるようになり、2012年3月9日に、開通日時の発表と同時に、南相馬 IC という名称で正式決定された。料金書は、終日無人で、一般レインを利用する場合は、自動生産機にて生産することとなる。ありがとうございます。